警察庁は昨日、去年起きた全国の交通事故の死者数を発表しました。岡山県で発生した交通事故で亡くなった人は49人で、おととしより25人減り、警察庁が全国の死者数をまとめ始めた1948年以降で2番目に少なくなりました。人口10万人あたりの死者の数は 2.63 人で、全国ワーストだったおととしの 3.94 人から改善しました。大きく減ったのが自転車事故の死者で、去年は6人と、おととしの18人の3分の1になりました。岡山県警は去年4月以降、自転車を運転する時のヘルメット着用が努力義務となったことなどを減った要因として挙げています。